こんにちは、幸子です。飲み物など用意していただいてゆっくり聞いていただけたらなと思います。今日の私の飲み物はレモンとミントにお湯を注いだものです。ちょっと久しぶりなんですけれども、実は2個前にアップしようかなと思って用意していた動画があるんですけれども、それがなんかこう今のご時世これアップしていいのかなっていうふうに迷ってしまいまして、でまあ悪いことはしていないし、ちゃんと考えた上での撮影したものだったので、まあアップしてもよかったのかなと思うんですけども、ちょっともういろいろ考えすぎてアップできなくなってしまったので、ちょっと一旦それはボツにして、まあそれも絡めた話を今日はしようかなと思っています。で今日のテーマは、まあ、今外出自粛でお家にいましょうっていうことが呼びかけられていて、それがすごく大切なことなんですけれども、震災とか起こるといつも問題になることなんですが、自粛って何をどこまで自粛したらいいんだっていうのがちょっとだんだん悩んできませんか。私はすごくなんかいくつか迷っていることがあったので、それをまあ自分で考えたことと、あとちょっとなんか SNS とかで情報収集したことも混ぜてお話ししようかなと思います。大きく分けて今日は、1個目にその外出に関するその自粛度合いみたいな話で、2つ目が通販のことについてお話ししようと思います。1個目の外出なんですが、それこそが私が前回アップをためらった動画なんですけれども、お散歩に夫と一緒に外に出てその様子を撮影したんですけれども、なんていうかすごく人のいないところを歩いて、人のいないところでコーヒー飲んでテイクアウトしたものを食べて、でもう行き帰りはマスクをして、帰ったら手洗いしっかりしてってすごい気を使っているから、それはダメなことじゃないと今でも思ってるんですけど、それにしてもなんか外に出てきましたよみたいなのをちょっと動画で皆さんにお見せするのはどうなのかなっていうふうに思ったわけなんですよね。でまあその後いろいろ考えて、やっぱりこう例えばジョギングとかお散歩とかでこう屋外で、まあ、一人とか、まあ、家族とだけでできるような活動で、それでマスクなり手洗いなりしっかりできていたら、それはしてもいいことなんじゃないかなと個人的には思っています。その外に出たら空気中にウイルスが飛んでいるっていうわけではないので、人に会わないっていうことを徹底すれば、体を動かすこと、外の空気をちょっと吸うこととか、公園に咲いている花をね見たりするっていうことはすごく体にも心にも健康にすごくいいことだし、行く先、人がいない場所、それから人がいない時間帯っていうのを選んで、そうやってたまに外に出てちょっと気晴らしというか、体を動かして運動不足にならないようにして、ストレスをためないようにしてっていうことは大事じゃないかなと思います。ちょっとだから動画にするのはためらってしまったんですけれども、そのこと自体については今ちょっと家に閉じこもっちゃってる方多いと思うんですけれども、たまにはそうやってしっかり気を使った上で外出するっていうのも、まあ、悪いことじゃないと思います。残念ながらこの事態っていうのは、まあ、そんなにスパッと終わるものでもないと思うので、まあ、長期戦を覚悟して、それでもこう自分のメンタルとか健康を保てるような工夫も必要じゃないかなと思っています。次に通販をどれくらい使っていいのかなっていう話です。参考にしている、ツイートですけれども、このご時世物流を圧迫しないように通販もなるべく控えるのが正解なのか、
経済を少しでも回すために今まで通りにせっせと使ってもそこまで影響ないのかどっちなのか。でも通販をするということは発送元の人は出社せざるを得ないということよね。じゃあやっぱり急ぎじゃないものは控えるべき。でもその間にお店が潰れたりしない。これ本当に私も思っていたことで、なんか通販していいのかな、どうしようかなって言って控えている人多いと思うんですけれども、この方のツイートにこういろんなあの立場の方が返信をされていて、それをまとめていただいているので、それを参考にさせていただいています。まず物流とか配送業の方からの、コメントなんですが、まあ、まとめるとその物流業界全体で言うとその物流の量は減っているそうです。意外なんですけれども、やっぱりその企業間のこの物流がその企業が活動をこうちょっとスローダウンさせてしまっているので、それによって物流のこうなんか力が弱まっていて量が減っているということです。ただ配送、個人への配送はやっぱり増えているので、まあ、物流といってもそのセンターから工場とかセンターの間を運んでいる方もいれば、そこから各家とかに配達をしている人もいて、こっちはすごく大変だけどこっちはすごく減っているみたいな感じ。あとちょっと全然あそうなのかって意外だったのが、物流全体が減るということはトラックドライバーさんが仕事がなくなっちゃうということにもつながるみたいです。次に、小売店の方なんですけれども、こちらは、まあ、意見結構もちろん全く反対の意見もあって、かたやもう本当に通販のその処理がパンク状態なので不要不急のものはもうなるべく控えてほしいですっていう方もいらっしゃったんですけれども、数的には少なくて、どちらかというとたくさんあったのはとにかくお店、実店舗を持っているところなんか実店舗を閉めちゃっているので、そっちの売り上げがゼロになっていると。で通販の方も普段よりもなんか売上が何分の1になっちゃってるとかいう話もあって、だからやっぱり実店舗には行けないけど通販も利用してもいいかどうか迷っていて、ちょっと自粛しているっていう状態の人がたくさんいるのかなと。なのでそういう立場の方からすると、本当に通販はもう利用していただけるとありがたい、こんな時代なので売り上げが少しでも欲しいですっていう感じの意見が結構多かったなと思います。で、まあ、そういう小売店の方もやっぱり配送業の方のことはすごい気にされていて、うちは注文欲しいけども配送業者さんに頑張ってくださいというお願いするしかないという感じで書かれている方もいらっしゃいました。ちょっとそこに消費者である私のまあ体験みたいなのも加えておこうと思うんですけれども、まずやっぱり通販サイトを見ると結構な割合でこうお知らせが掲載されていて、まあ、コロナウイルスの影響によりその出荷までに時間をいただきますとかいうようなことをお知らせが掲載されているところがほとんどだと思います。なのでまずはそれをまあ目を通してあげるっていうことは大事かなっていうふうに思います。それから注文してから1週間以上かかって届いたものもあります。まあ、コロナの影響あるんだろうなと思ったし、急ぎのものではなかったので全く放置して気長に待ってたんですけれども、途中でメールが来まして、その内容はコロナの影響で配送の梱包をするスタッフさんの出社する人数をやっぱりその密の状態を軽くするために出社するスタッフの人数を減らしている、そういう対応をしているところって工場なりそういうオフィスでも多く取られている対応なので、そのお店もそうだったみたいで、なので普段なら10人で梱包作業しているところをね3人とかそういう感じですごく減らしているので、発送が遅れててすいませんというようなメールでした。それからその中にはその問い合わせをいただいていても、その
そのメールを返信するのもままならない状態でごめんなさいというような感じで、まあ、どこもそういうところは多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、結論としてどうしたらいいのかっていうことなんですけれども、いくつかのポイントによくよく気をつけた上で、通常通り通販を利用してもいいのかなという雰囲気です。気をつけることですけれども、まずできるだけまとめて注文するということです。なんか普段だったら、例えばもう送料があまりかからないようなものとかだったら、もうポチポチとつどつど思いついた時に注文してしまいがちですけれども、そうじゃなくって、まあ、一旦カートに入れたら、なんかそのお店で普段使っているもの、普段注文しているものって他になかったっけなと、それもうすぐ切れたりしないかなっていうのをちょっとよくよく考えて、まあしばらくないかなと思ったら最終注文するとかいう感じでまとめる、もう5個も6個も注文するんじゃなくて1回にまとめるっていうことが、まず一つ。それから急ぎじゃないものには日時指定をしない。指定したところで対応が追いつかないっていう場合も多そうです。さっきも私が1週間以上かかりましたっていうのをお話ししたんですが、そういう状態のところ多いと思うので、まあ、今はそういうものだと思って、まあ、順番に届けてくれるかなぐらいで待っているのがいいと思います。日時指定をしなくても、全ての配達業者さんではないと思いますが、少なくともヤマト運輸さんとかは前日とかにメールが来ますよね。明日荷物をお届けしますっていう、そういうのを見たらきっちり確認して、それ受け取る時間帯に自分がいるのかどうか、明日自分がいるかなっていうのを確認して、もし受け取り怪しそうだったらその時点で日時を、確実な日時を指定するのがいいかなと思います。それから平日働いていらっしゃって、不在がちで、まあ、一人暮らしでとかで受け取れない可能性が高いなっていう方は、宅配ボックスあればいいんですけれども、ない方は、コンビニ受け取りと、あとPUDO PUDO 駅とかに置いてある宅配ロッカーですね、あれを、まあ、今まで使ったことない方もこれを機に使うといいと思います。でちなみにそういうのも便利で使うといいんですが、ただそこに届いたのに2日も3日も取りに行かないってなると、例えばコンビニで預かってる荷物がもう山のように溜まってしまったりとかするので、とにかくそういうところに届けてもらって、もうできるだけ早く、お仕事終わったらすぐに取りに行くっていう風にすることも大事だと、コンビニ店員さんのコメントがありました。それからこれは今に限ったことではないんですけれども、住所、郵便番号を、名前、あと部屋番号とかそういうものを間違いなく、それから数字とかはちょっとなんかシャシャって書いてしまうと1だか7だかみたいな感じになる場合もあるので、もうしっかり数字を読みやすいように、住所を読みやすいように書くっていうことも大切だって書かれていました。それから配送梱包準備をしていただくのを円滑にするためのポイントとして、まずは支払いをスムーズにするっていうのは、これもあまり気にしたことなかったんですけど、私はクレジット決済なので、注文時にすぐ決済完了している状態で発送の準備ができるんですけれども、普段銀行振込とか使われている方って多分1週間ぐらいすると自動キャンセルになるみたいなのが多いと思うんですが、それをこうずっと使い切ってしまうと、なんか商品はどっかに確保しておかないといけないし、あ、振り込んでくれるのかな、まだかな、どうしようかなみたいなのがずるずる続くと、それもやっぱり業務の、まあ普段余裕がある時だったらいいんでしょうけど、今はちょっと支障になってしまうので、お支払いは速やかに、振り込みとかコンビニ支払いとかもできるだけ翌日とか当日とかすぐにした方がいいみたいです。それからこう注文した後でサイズ間違ってたのでこれに変更してくださいとか、これキャンセルしたいですみたいな、こう個別のメールみたいなするとそれもまた手を取られてしまうので、そういうのがないように
注文するときはあのしっかり気をつけて注文するといいということです。あと配達業者さんの方にもうそこの局についてるみたいなんだけど早く配達してほしいわとかあのそういうのって今している作業を止めてその荷物をこうひっくり返して探してもらわないといけないのでそういうのもこういうちょっとバタバタしたご時世なのでもうどうしてもっていうことがなければただ自分がちょっと早く見たいからとかそういうぐらいの気持ちだったらやらない方がいいと思います。とにかく、お店側の発送もそうですし運んでいただく配送業者さんの方もそうなんですけれども思っていたこう自分がこう頼んだ時間や日に届かないからといって問い合わせっていうのは今しない方がいいかなと思います。その問い合わせもまた手間の一つになるわけなのでまあこのご時世考えたらまあ1時間2時間1日2日まあ遅れるけどそのうち届くのかなぐらいであのカリカリせかさずに待っているっていうのも一つ手助けになるんじゃないかなっていうふうに思います。とにかくあの消費者で家に閉じこもっている私たちとしてはその方たちに、まあ、配達していただいてなんとかかんとかっていうところもあるのでその方たちを守るっていうかあの気を使ってお仕事していただきやすいようにするっていうのはちゃんと考えるべきじゃないかなというふうに思います。それから最近はあの荷物の配達の方とかウーバーの配達員さんとかそれから医療関係の方がに対する差別みたいなのがこうニュースっていうか SNS 上とかでよく見るんですけれどももう本当に何してんのということですよね。あの自粛とか家に閉じこもるとか仕事柄できない方がいらっしゃるからこそ私たちの生活が成り立っているっていうところもあるというかもうそこ頼みなのでちょっともう一度よく考えていただきたいっていうふうになんか自分とか家族を守るっていうことで頭がいっぱいになってねダメだと思います。あの本当にひどくてその医療関係者の方が保育園に子供を預けて、まあ、病院にお仕事をしに行こうとしたらなんか医療関係者の子供は多分感染しているから預かりたくないって拒否されるとかその医療関係者だからタクシー乗せないとかあとウーバーさんとか配達員さんはなんかもう消毒液を顔にシャーってかけられるとかそういうなんかありえない暴力みたいなことが結構あるみたいでなので例えばまあ配達に関して言えばあのヤマト運輸さんからメール来たんですけれども置き配っていうんですかねあの例えばインターホンで出た時に玄関の前に置いといてくださいっていうふうに一言言えばお互いあちらもこちらもこう人と対面しなくていいのでしかもね印鑑もらったりとかいうその時間のロスもなくなるのでありがたいですみたいな感じみたいなんでそういうのを利用するとかあとそのなんだろうこう配達してきた人の荷物をなんかもうバイキンでも触るみたいにするとかそういう自分が頼んだのに配達してきてくれた人に対してそのなんか本当に本人たちの言葉で言うとバイキンのように扱われて悲しかったっていうことなんですがもうそれが嫌ならそう家のドアの前に置いといてくださいとかもしくはこうドア開けてねこの玄関に置いてくださいって言って直接触らずにで帰られてドア閉めてから荷物に例えば消毒スプレー持ってるんだったらそれをシュシュシュッとしてしばらく置いとくとかなんとでも
その配達の方に不快な思いをさせずに、その感染予防も同時にするっていうのは何とでも可能だと思うので、ぜひそのいつも以上に相手に不快な思いさせてないかなっていうのを気にしたい。ちょっと最後はお怒りモードになってしまいましたが、このコロナの騒動でなんかすごく人の気遣いとかマナーとか、あとこう機転を利かすとか、そういうことってすごくまあ試されているというか、できる人できない人の差がこうパカーと分かれているなっていうふうに思ったりします。あの一般の人もそうですし、こう政治家のその立ち振る舞いとか見てても感じるんですけれども、なのでまあこう平常時よりもちょっと一段人のことを考えるとか、自分がどう見えているかとか、自分のこの行動は正しいのかっていうことをちょっとだけいつもよりあの意識強めにするのがいいかなと思っています。私は皆さんもあの感染予防しながら元気に、心も体も元気にお過ごしください。しばらくアップできなかった分、あのまた家でできることいろいろ配信していこうと思います。また次の動画でお会いしましょう。